砂地が広いで大会新記録への挑戦です。失敗です。重量増加39キロにセットしてください。重量39キロ全権13番女子35 63kg 級今瀬香織選手2回目、次は河合選手です。失敗です。道中量、全
6.4 番女子55、75kg 級田原美佐子選手3回目連続試技です。次は今瀬選手です。野原選手は本日、娘さんがセコンドについているそうです。ぜひ娘さんの前で、いい試技を見せてもらいたいと思います。なおこの41秒に成功しますと、大会新記録というふうになります。野原選手はすなわち3回目のチャレンジとなります。 She is going to challenge Japan Master New Record. I'm sure you'll do great. Good luck.
行です。重量増加44キロにセットしてください。重量44キロ全権10番女子45プラス75キログラム級鶴野優子選手、愛知ウェイトリフティング協会1回目。次は澤部選手です。重量増加45キロにセットしてください。重量45キロ、前転8番、女子50、63キログラム級澤部智子選手、鎌ヶ谷重量挙げクラブ1回目。次は岩永選手です。同重量全権7番、女子50、58キログラム級岩永さゆり選手2回目。次は菅原選手です。重量増加46キロにセットしてください。重量46キロ全権11番、女子40、63キログラム級菅原聖子選手2回目。次は鶴野選手です。次は岩永選手です。全権11番、女子40、63キログラム級菅原聖子選手3回目、連続試技です。次は鶴野選手です。
のスナッチベストは46キロです。重量47キロ、ゼッケン7番、女子50、58キログラム級、岩永さゆり選手3回目。次は鶴野選手です。Yeah.
敗です。重量増加54キロにセットしてください。ツンノ選手のスナッチベストは48キロです。重量54キロ、ゼッケン12番女子35、58キログラム級吉田春江選手2回目。次は澤部選手です。吉田選手はスナッチ競技において大会新記録への挑戦となります。です。吉田選手のスナッチベストは54キロです。以上でスナッチ競技を終了いたします。ジャンプ競技開始は場内時計で10分後の12時46分からとなります。
Thank you.